キャノンブースの前に来ました、キャノンではこちらですね、パワーショットの G1X Mark II が、展示されております、新しいコンパクトということで、だいぶこうブラッシュアップされた機能が搭載されたということですので、早速外でですね、コンパクト商品企画部の阿部さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちら、特徴としては、はい、どういったところが新しくなったんですか。ですね、はい、前回の G1X から2年ぶりの新商品という形 ですね、はいはい、大型センサーは 1.5 型の大型センシーモスセンサーそのままに、はいはい、一番のポイントはレンズが変わったというのが一番のポイントです。というのはどのあたりが変わったんですか。そうですね、まずお客様からいろいろ要望があった、はい、広角化にしてほしいというので、はい、28ミリから24ミリにワイド化になりました。あと望遠端をもっと欲しいというご意見もありましたので、はいはい、それも、広角5倍ズームという形で120ミリに望遠化しました。テクサイズ相当で、24ミリから120ミリ、そうですね、はい、広角側もワイドになって望遠側も伸びたという形です。はい、他の特徴としてはどんなあたりがあるんですか。あと、そうですね、あとはですね、 G1X の時に、まあ、一番要望が多かったのがマクロが寄れないという意見が多くてですね、まあ、G1X 実際マクロ撮影20センチだったんですが、最短撮影距離がこれだと5センチに改善してますので、マクロに関しても非常に、接写に関しても強くなっているというのがポイントです。5センチまで寄れるということで、はい、このぐらいでもいいと思いますね。かなり近づいて撮れるようになります。十字ボタンのマクロモードを押していただくと、マクロ撮影モードに切り替わります。あとオートの場合は自動的に切り替わります。ワイド端で5センチで、望遠端だと40センチになります。結構でも揺れますね。そうですね。もう一つ大きな特徴としてこちらですね、デュアルコントロールリング、これが搭載されています。これはどういった感じの機能なんですか。ですね、はい、こちらはですね、まず2つのリングがあります。はい、まずこの手前のリングですね、はい、であとこちらの奥のリングです。こちらの方に、そうですね、回していただく、はい、でこちらの方がクリックリングといって、はい、まあ、カチカチ回るタイプですね。でこちらの方がスムースリングといって、まあ、スムーズに回るタイプのリングです。でこちらの何か機能が割り当てられる。そうですね、でメニューボタンから入っていただきまして、こちらですね、操作ボタンの登録、はい、でこちらにリングとホイールで選択していただくと、こちらの方で、はい、こちらのリングそうですね、はい、設定モードがあって、その時にどういった設定ができるかっていうのをこれで切り替えられる、はい、ということですね。だからまあ自分の、好きな設定にある程度簡単に、機能を割り当てて、はい、深い階層に入らずに設定がコントロールできるというのがこの特徴になります。今までは流れて今設定がしました、はい、それで、例えばここで入ってしまうね、こういうふうに今、そうですね、今露出が割り当てられてますんで、割り当てたので露出補正が変わっているのが分かりますかね。ここで回した時にここですね、でこれで絞りが前側のリングで絞りが変わっているのが分かるかと思います。こちらですね、の発表になったばかりの G1X、こちらがグリップタオルが全然こっちの方がいいんだ。こちらの特徴としては、前の4日前だね、50のこれは OK ということになるでしょうか。そうですね、はい、ちょっと簡単に概略をちょっとご説明いただけますか。はい、なるほど。そうですね、こちらのモデルはですね、キャノンの、エントリークラスの、モデルとして今回2月、12日昨日ですね、発表したモデルになっていて、画素数としては1800万画素、全モデルがですね、はい、1200万ぐらいの、画素数でしたので、はい、画素数としては、まあ、こちらの1800万画素、はい、それが上位モデル、こちら横に並んでいるモデルたちと比べると同じ画素数のモデルとして、はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。そうですね、はい、であとは、それからですね、オートフォーカスも、はい、まあ、9点のオートフォーカスの、ポイントがありまして、ポイントが今までより増えた
そうですね、はいはい、で大きさがですね、はい、全モデルとほぼ同じぐらいの、はい、大きさなんですけれども、本体がですね約 15g 軽くなっているということで、まあ、機能を向上しつつ、本体の、重さを軽くして、一眼レフに必要と思われる機能をギュッとこの中に、まあ、凝縮しているモデルになっております。なんかこう手軽に撮ってっていう楽しめるそういう感じのカメラ。そうですね、あのお持ちいただければと思うんですけれども、はい、やはり最近一眼レフカメラ非常に軽くなってきてまして、このタイプも、非常に軽いタイプになっているの で、はい、でそれからですね全モデルと比べると、ラバーグリップがですね前面背面こちらですね手に持つと隠れてしまう場所なんですけども、はい、ここですね、はい、前面とそれから背面にもしっかりと、はい、ついていて、全モデルからすると、こういったあのグリップ感も向上しているので、はい、まあ、ありがとうございます。あとは、前モデルと比べたところでいうと、そのこういった、置いたところの見た目っていうところでも、あの前回ラバーがなかったので、その一眼レフカメラの佇まいというかこう高級感というのもしっかりとしてですね上位モデルと同じような。そうですね、はい、ある意味こうお手軽っていうよりはお手軽。そうですね、ありがとうございます、はい、それでいてかなり軽くてコンパクトと使いやすい感じがします。こちらは、発売が今ですね3月の下旬を予定しております。じゃあこちら発売が当たる可愛いカメラです。